ところで、資源エネ庁は2億円かけて、不正確情報対応ということをやると、ツイッター、ブログでインターネット上に掲載されている不正確な情報を、監視し、そして正確な情報を提供し、正確な情報へ導くと、原子力発電所に対しての風評被害を防止すると。お聞きしますが、不正確情報を流してたの政府じゃないですか。なんで人々の不正確情報の監視なんておこがましいことができるんでしょうか。こんなくだらないことはやめるべきだと思いますが、いかがですか。細野資源エネルギー庁長官。お答えを申し上げます。福島の発電所の事故以来、いろんな方々に、大変避難生活も含めて、また放射線影響についてはですね、多くの方にご迷惑をおかけしております。こうした中で、いわゆる、放射線の影響についてはですね、いろんな根拠のない情報等々が飛び交っております。こういったことがですね、それぞれ皆さん方の動揺をきたしたり、あるいは風評被害を拡大するということで、パンフレットとかインターネットを通じてですね、いろいろな情報提供をさせていただいております。まず最大限ですね、情報提供をこういう形でさせていただいて、いろいろなですね、不安とか混乱を避けたいということで、やっていきたいと思っております。福島みずほ君。はい、メルトダウンをしているのにしてないといい、レベル4をレベル7に上げ、そして、牛も全部大丈夫だって言って食べ物の不安が出ています。どっちが不正確情報を出しているんですか。人々が情報を共有することでみんな少しずつ学習したりしてるんですよ。こういうくだらない授業やめてください。海江田経済産業大臣。くだらないということは別としまして、私はこういうこの事故後ですね、やはりこれは本当にお金をできるだけ節約をして、そのお金を被害者の方々に回すべきだということはかねてから言っておりますので、それは今ご指摘な点も含めて、予算が仮にあってもそれは余らせばいいことでありますから、その意味ではですね、しっかりと、無駄なその候補費、そういうものを使わないようにいたします。福島みずほ君。はい、広報費の無駄は節電サポート、節電のキャンペーンで77億使うと、77億の予算で1ヶ月で2800件の電話を受けたコールセンターに 6.5 億円ついていると、こんなお金があるんだったら被害者に補償してくれというふうに思います。でもちろんこの 節約はもちろんなんですが、私が問題にしているのは不正確情報なんです。これ、形を変えた安全キャンペーンじゃないですか。みんなの不安を取り除いてって言うけど、正確な情報を言った方がみんな安心なんですよ。この2億円の事業を見直してください。どうですか。海江田経済産業大臣。全体のこのいわゆる広報というものも、これは当然中身が変わらなければいけないということはもう何度も私も省内で議論をしております。そのことについては皆さん理解をいただいております。ただこのインターネットの上の情報というのは本当にいろんなのがございますから、できるだけそこはですね、まさに正確な情報をお届けするということは私は大事だと思っておりますから、まさに誰が見ても正確な情報であるということ、それから結論を、数字というのは嘘はつきませんから、時々嘘つきが数字を用いますけれども、数字は嘘をつきませんから、ですからそういう客観的なデータを提供するということには努めたいと思っております。福島みずほ君。20ミリシーベルトはまだ維持されておりますし、その政府の、あるいは今までずっと訂正をしてきた、その感覚で国民の不正確情報を正すというのはやめてくださいよ。これは不正確情報はどっちなのかですよ。やるべきことはこういうことでないでしょうと思います。少なくともインターネット上、ブログの監視はやめてください。海江田経済産業大臣。そういうその監視というようなことも今実際できるもんじゃないですよ。監視なんか戦前とは違いますから。ですからきちっと正確な情報を提供するようにね、そういうことをやるということでありまして、不正確な情報があればこれは違いますから直してくださいということを申し上げるということに尽きていると思います。
福島みずほ君。はい、この事業はモニタリングとちゃんと入っています。監視ですよ。こういうくだらない事業は即刻やめるように強く求めます。